ちょうど今からそうですね、20年ぐらい前ですね。私盛んに海外の大学に行っていた時代があるんですね。主にはアメリカ、ヨーロッパ、東南アジア。まあそうですね、大げさじゃなくても30大学以上は行ってたと思うんですが、まあいろいろそこでですね、新しい教育の方法とか、新しい教育、大学のあり方、それから、まあ、東南アジアでは、少しこの発展が日本よりか遅れたわけですね。その遅れたのはもちろん日本のせいじゃなくて、イギリスとかフランスとかオランダが占領してたからですが、植民地時代があったからですが、まあ、そういうところをずっと見たりディスカッションしたりした時代がありまして、まあ、その時代にいろんなことを私学んだんですけど、その一つにですね、それまでの日本のこう大学っていうか人にものを教えるっていう時ですね、1、2、3、4とこう教えるんですね。基礎からこう一つずつ、がっちりと教えていくっていうのが、まあ日本のやり方でした。で、これはなぜ日本にそういうやり方が定着していたかっていうと、もちろん日本人が我慢強いからなんですね。日本人ってのは非常に道徳的にも優れてて、まあ、世界で稀に見る民族であることは間違いないわけです。まあ、そうだから先生の方もついついそれに沿ってですね、基礎からきちっと教えていくということだったんですが、まあアメリカもそうだし他の国もそうなんですけども、それじゃあもう学生が聞いてないんですよ、実は。そんなもつまんないと、早く結論言ってくれと、まあ、ようなことでですね、いろいろ工夫されてるわけですね。まあ、その一番大きいのがですね、まあ、興味があるものから先に話すというやり方と、それからまあ基本的には筋道に沿って話すんだけれども、その間にですね、非常に重要なことを入れるっていうのがいろいろあってですね、まあ、それごとにいろいろ名前がついてたり、アメリカなんかは非常にこう合理的に物事をやりますから、試しにそういう教育を、いろんな教育をして、それに対する学生の反応を見るというようなことを系統的にやっているっていうのは、まあ立派な教育者もいました。こんな回りくどいことを今言うのはですね、実はこの群れというのを考えるときに、多細胞生物、単細胞生物から多細胞生物、多細胞生物の群れと、まあ、これをですね、少しずつ少しずつきちっと積み重ねていきますとね、わかんなくなっちゃうんですね。わかんなくなっちゃうと私自身も頭が混乱してくるし、聞いてる方も何言ってるかわかんないっていうんで、まあ、ここら辺でですね、私が20年ぐらい前に、いろんな海外の大学から学んだ方法を応用してですね、一体その群れというのを検討する必要があるのはなぜかというですね、今のところの自分の頭の中にある中心的な話題をちょっと話してみたいと思います。それはですね、一番大きいのはやっぱり寿命なんですよ。生物の寿命がなぜ何によって決まっているかという問題を考えるとですね、群れの存在というのがまあどうしても大きくてですね、それを避けて通れないんですね。個人の寿命、つまり一人でいる時の個人の寿命と群れの中にいる個人の寿命って全然違うんですよね。ですから、それから死ぬ時の苦しさも違うんですよ。ですから、この寿命というものと群れっていうのが非常に強く関係しているわけです。動物の寿命を支配するものは、まあ、基本的には健康とかそういうものではなくてですね、ないんですよね。3つ原則がありまして、第1は経験数一定の原則、第2は有性生殖の場合は子供との関係、それからほとんどの動物は群れとの関係、この3つでですね、その動物の寿命が決まるわけです。経験数一定の法則はもうこのブログでもお話をしておりますが、まあ、簡単に言いますと、寿命の計算の仕方って言いますか、決定の方法は2つありまして、1つは私たち人間が普通に考えてる時間という寿命ですね。例えば50年生きたとか60年生きたっていうのはですね、それは何を言ってるかって言ったら、寿命は時間であると。まあ、そんなこと当たり前じゃないかって、そうじゃないんですよね。寿命の決め方は2つあって、1つが50年生きたとか60年生きたっていう時間で計算というか数える方法と、もう1つはですね、その人が生まれてから死ぬまで何回行為をしたかと。例えば歩いた、一歩一歩歩く、ご飯を食べる、夜寝る、全部
風呂に入る、全部数えてだいたい300万回とか400万回とかぐらいになると死ぬんですね。これは、哺乳動物全体に見られることで、経験数一定で整理しますと、例えば小さなネズミは早く死にますし、大きなゾウは長く生きるんですけども、これは小さいネズミが生涯行う行動の数と、大きなゾウが一生のうちに行う数を、両方とも一生のうちですね、一生のうちに行う数を比べますと同じなんですよ。ですから寿命は時間としての寿命はネズミが例えば2年でゾウが30年でもですよ、それはゾウが行動が呪いからなわけですね。ですから、まあ寿命という計算の仕方に2つあって、1つは時間である、1つは行為の数である。と、行為の数がある一定になりますと死のスイッチが入って死ぬと、まあ、こういうので、大体は動物はですね、時間で死ぬのではなくて行為の数がある一定数に達すると死ぬと、まあ、これが第一の原則ですね。経験数一定、行為の数一定って言ってもいいですね。それから2番目がやっぱり有性生殖では、子供に命を預けるわけですね。生きとし生けるもの必ず死ぬなんて間違ったこと言ってる人いるんですけど、そんなことはないんですね。子供がいなければ動物は死ぬことができませんが、子供がいれば死ぬことができます。ですからこれはちょっと群れとの関係があるんで後で説明しますが、子供の命を最優先して、子供が生きている間は生きているという認識になるということですね。3番目が群れとの関係なんですね。我々はですね、個人で生きていると思います。だけども、この我々の個人というのも、このブログでこのシリーズでやったように、単細胞動物ならそうですけど、我々は人間は60兆個の細胞でできていて、一つ一つの細胞はすでに独立してるんですよ。独立してるんだから、私がこの世を去るというのは60兆個の細胞が同時にこの世を去るわけですよ。だからその私の意識から言えば大脳が分化してますからね。私が死ぬと思いますけど、足の細胞は俺はまだ元気なのになんで死ぬのってこうなるわけですね。それがスミス氏の髪の毛という話をここでいたしましたが、そういうことなんですが、群れとして我々は死ぬわけですね。細胞の群れとして死ぬわけです。と同じように個体の群れとしてやっぱり死ぬわけですね。それはどうしてかっていうと、多細胞生物ができてほどなくして、どうも我々は個人というか一匹一匹じゃないと、一匹一匹が集合しないとダメだと、まあ、いうことになって、まあ、人間社会なんかちょうど人間と同じように分化もしてますよね。内閣総理大臣とか、なんかどっかの大学の学長とか、それから道路工事をする人とか、お寿司を握る人とかって、もうちょうど人間の体みたいに個人個人が分化してるじゃないですか。その分化してるってことは社会の中で住んでいるってことですから、人間というのは一人一人がいるようで一人一人がいないんですね。動物はもっとはっきりしておりまして、一番私がはっきりしてるって言ってるのは、メスが生理が哺乳動物のメスが生理が終わると死ぬと。なんで死ぬかっていうと、自殺、ほぼは自殺しますが、なんで死ぬかっていうと、意味がないからですよね。子供を産まないでご飯を食べるっていうことはおかしいわけですから死ぬわけですね。その時に群れ、そのメスが子供を産むかどうかじゃないんですよ。またこれがだから非常に難しいわけですね。全体、その種、そこに まとまってる群れ全体で自分が意味がなくなると死ぬわけで、個人個人が意味がなくなると死ぬんじゃないんです。まあオスもそうですね。オスは戦いに負けると怪我していなくても死ぬんですね。自分で死ぬんです。それどうしてかというと、オスは群れを守るのが役目ですから、群れを守れなくなったら群れに意味がないから死ぬんです。自分は意味があるわけですよ。自分はもちろん生きてりゃご飯も食べれるし、若いオスだったらまだメスと子供を作ることもできるんだけど死ぬ。つまり主たる役割、その群れにおける主たる役割がなくなると死ぬっていうのはですね、これはものすごく大きな事実で、
これをヨーロッパの近代ヨーロッパは忘れたということで、我々に不幸が訪れているわけです。